リドルジョーカー。でもその前に確認しておきたいことがあるの。本当にいいの？そう言ってくれるのは嬉しいけど、そういうことじゃなくって、有原くんは特殊な仕事についてるわけでしょ。なのにその恋人になって大丈夫なのかなって。そうなんだ。やっぱり逆に怖いんだけど。なら問題っていうのは？あ、うん、それは大丈夫。隠し事されるのが嬉しいってわけじゃないけど、全部話せないっていうのは理解してるつもりだから。それに幸せだから、少なくとも今は水を差したりせずに好きな人と一緒にいられる幸せな気分に浸っていたい。私なんかとてつもなく恥ずかしいこと言ってない？